はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、今、このショッピングモールじゃなくて、なんていうの、マーケットっぽいのに来てます。で、前回こっちの建物だけ制圧したんで、次が残りの3つ。どうしようかな。どの順番で行こう。こっち先しようか。多分警察官とかなんかいるんですよ、この建物よく。2階に。おお、チリがいた。どうだった？夜だから走るんだよね。ちょっと1回だけチェック回してもらうか。走ってきてる中。あっちの建物が、こっちの2階に、前キーボードクラッシャーがいた。いきなり警察官外で湧いてたし、わけわかんないよね。とりあえず倒してたからよしとするか。普通に下で湧いてたし、わけわからん。いつもだったらこっちなのに。あ、なんかあっちにもいる。ちょっとのタイミング逃してないよな。どっから回ってくる気、お前。怖い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 。どうした？当たったし。102HP。痛い。やばいやばいやばい。止血してる。うっそ。もうやだ、あいつ嫌い、ほんと。ちょっと決めないと倒せないとか辛いでしょう。HP71 か。つまり行くか。え、嘘。バカバカバカ。何まだいるんだよ。倒した？ふぅ！やっと倒せた、まともにして。なんかいないよね。よし。壊れてる。おっ、200発だって。あれ、これとこれ別物？あ、500発なった。これどっち？あ、ミニガンの弾だって。じゃあこれは、これもしかしてあれ、そう、ビッグラウンド。これがブローイング LMG かな。なんかもういろいろ書いてあるわ。ロングレンジスナイピングオアターゲットシューティングユーキャンファインドマッチアミネーションフォー50。アキュレットタグターゲットフロムモアって、わかんない。結局何の弾か書いてない。お、これがある。これがあってもだな。水がないとな。ミニガンの弾500発は心強いな。しかしミニガンは撃てないけど、完成してなくて。ちょ、もう開いてたよね。さあ、キーボードクラッシャーの建物行くか。あと2軒あったんだ。上から行きたいな。お隣から攻めるか。キーボードクラッシャー今日はいないのかな。不在みたいな。不在だね。お、ブーツ。フレームスロアストック。ブーツ、これどうなの？
お、品質上がるよん。これとチェンジして、ストック、こっちの方が品質いい。違う、これじゃねえ、フレームするわ。あ、よかった、俺の持ってるやつの方が品質いいわ。キャンプファイヤーあったんだ。へえ、知らんかった。ここにもしかして前も同じこと言ったかもね。あんまり覚えるような場所じゃないか。こっちにキャンプファイヤーあったんじゃね。あ、ほら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 、これは知ってるんだ。2箇所あるんだね。どうやって開けよっか、あれ。スナイパーライフルじゃない、違う、スナイパーライフルでいけんのかな。まだあるんだけどね。こっから漁って大丈夫なんだけど、間違ってさ、これが当たっちゃったらもう笑えないじゃん。ドッカーンって目の前で爆発したら死ぬって、さすがに。あれ全部開けた？あっちの開けた？あっちにも開けた？結局エクソの箱何個あったん？こっち。こっちの上に1個。こっちの上に1個。こう、これね、空だけ、空じゃなくて1個、こっちにも1個で、こっちの部屋にも1個、こっちは何もなかったね。じゃあ3個かな。意外と美味しいんじゃないの。意外と美味しいと思う。どうしよう。あ、なんだこれ、持ってたのか、俺。どうしようかな。植物入れちゃおうかな。なんか2箇所ずつ本当に増えてきてる。アーマーがいっぱいあるね。じゃあ、レッグアーマーで、レッグアーマー。レッグアーマーの後ろの方しか読まないと、ただのアーマーになっちゃうから。よいしょ。N。ノースで帰るよ、俺はお家に。頑張って帰るんだよ。生きて帰らなきゃいけないんだ。あ、でもエクソスケルトンのさ、バックアップもう一個欲しいよね。万が一ここで今死んだら、俺がここで死んだら、絶対アイテム回収に来れないんですよ。もう1セットエクソスケルトンがないと絶対回収来れないよね、1だから。薬漬けになっても多分ここ来れないと思うんで、厳しいと思うんだよね。倒すね。こんな強かったっけ、これ。いらねえ。2スタック目いらないし、というかむしろこの中毒性があったら本当に使ってらんないから。マイナス100。え、もう中毒治ってる？治ってないよね。138とかだったっけ？なんか、160だっけ？なんかすごい量の中毒一気に入ったからね。中毒も治ったりしねえかな？もう一回打ったら。リセットされたりしないかな？中毒量。追加されていくのかな？完全薬漬けになってみたみたいな。10本ぐらい一気に打って。
死んじゃうかもしんない。 HP がギュイーンって減り始めちゃうかも。 HP これちょっと飲んどこうか。 HP77 は少ないわ。やめろよ、お願いだよ、びっくりするよ。こういうとこね、大ジャンプの可能性あるから大ジャンプして死にたくないじゃん。大ジャンプして死んだらもうほんとほんと、もうどうしようもねえこの世界で暮らしていけないよ、もう。そろそろ原発見えたりしない？もっと遠かったっけ、原発って。煙上がってない？上がってないかな。え、それ考えたらこのマップさ、原発3つぐらいあるんだね今ね。すごいね、原発3つってすごいね。いいね、いいね、いいね。原発3つあればもうでも1個は、うち1個は行きたい時に行けないからな、場所が確定してないんで。座標を頼りに行くしかないから、マップの外にあるんで。それかもわざと死んで、あのカバンマークをつけるとかね。カバンマークに向かっていけばたどり着ける原発みたいな。それぐらいしか思いつかないっすよ、この原発に行くのは。このつか、待って、なんか2階に面白いのがあった。今赤いのが光ってて、2階でこの家の2階の窓からなんか怪しい光が漏れてたから行こう。気のせいかな、気のせいかもね。気のせいかな。アンロック。ワッチノップ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 。あれ、普通の警察官か。殴り倒してもよかったな。よし、ラディエイトってやばいから、届かない、クリア。あ、死んだ、死んだっぽい。何なんだろうこのチッっていう音、誰の音だっけ。クマ、クモ、何もないよ。赤い光が何だったのかも分かんない。予測かな。もらいたいのがないから行こう、バイクで帰ろう。よし、ノース。どんどんノースへ行きましょう。ロケットダッシュしたいな、キノコ取れば。
フィーンってなったりしないかな。ダメだ、ジャンプしてラックダメージで死ぬわ絶対。おっと、使おう。減ってきたな、減ってきたな。だいぶ減ってきたな。もう夜だったんだ。そうだね、夜だね。フラッシュライトつけようよ。よく忘れるんだ、このバイク乗ってるとき。家探索するときに消して、そのまま消し、失敗になるから。バッテリー上がっちゃうともう終わりだからね、この地域で。押しがけとかもできないでしょ、このバイク。お、なんかある。穴かな、これは。穴ですね。いや、スルーで。ないかないかな。前が白かったらさ、あ、建物ある。お、もしかしてこれ一回来たかな。原発ですね。原発じゃねえ、ごめん。発電所ですね。もしこれが一回来てる発電所だったら、スムーズに戻ってこれてる可能性がある。初めてのやつだったら、ちょっとどうしようかって感じ。それは、こっちの入り口を見たらわかる。あ、初めてだ。行こっか。行こっか。あ、インベントリー空いてたみたいな、そういう話。捨てる必要なかったみたいな。よし、これぐらいでいっか。もうちょい行く。よし、行こう。レッツゴー。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。アンロックって書いてある。何この平和ボケした、平和ボケした施設。ゾンビがいないわけないじゃん。ういー、これいるじゃん、でっかいの。うわ、びっくりした。いやだ、いやだ、なんか来た。飛び抜いてしまった今。やめろ、やめろ。びっくりバグじゃないんだからお前はもう。やばい、電気ビリビリ来たら嫌だ。こいつ、こいつビリビリ食らったことないから、どういうビリビリかわかんないけど。マジやめろ今のは。撃った瞬間に上に飛び出てきたからな。死んでなお壁となる。家臣の鏡だな。私が守りますって。偉いね今。うわ、バカ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 。スタン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 。出血出血出血。はい、出血。まだ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 。よし、船からどんどん降ってくる。死んでない。チェーン巻きすぎだろ、お前。出血止まってるよね。いらないかな。投げるんじゃない。蹴飛ばすな。死んだ。イエス。ね、ここの地域入ってからね、グワグワって揺れ出すよ。頭よく揺れるよ。まあ、昔もマップ外っていうか、何だったっけ、外側に行けば荒ぶってたもんね、視点が。
あんな感じかな。クロスボウがグラグラしてた記憶がある。いけるか。あっちに薬ありそう。今夜じゃねえよね。夜だったら走ってくる場合みんな。こいつは嫌い。Don't feel the bear。 なになになに、ベアに何かやるみたいな。キルサンベア、そんだけか。 Don't feed bear。 Don't feed bear。 キルサンベア、そんだけかい。条件なんもないね。いいね、いいね、いいね。条件なしでただクマさんを倒してこいっていう。は？なんかもうクリアしたっぽい。ラッキー。そういうこと本当に。いや、クリアできてない。ラディエーション 25%。 お客薬飲んどくか。補給が入った。この弾の恨んだ、劣化恨んだ。どこ行こうか。結局上行っても意味なかったんだよね前回。2階まで漁ればそれでいいんじゃないかっていう、そういう結論だったよね。チェックするけどさ、あれか。アンロックド。あ、こっちは。お？エレベーターシャフトか何か。こっち来てないかもさ、前回の戦い。来てないけど、OK だね。危ないね。あ、こっから行けたの？じゃあ来てるかも。よいしょ。おっと。ゲージはレアだよね。何が作れるの？ディーゼルジェネレーター、あれはゲージ必要ないな。ムーンシャインか。これ作ってみたいけどな。今度作ってみようか。あ、うちの NPC たち元気してるかな。ちゃんとご飯食べてるかな。ご飯なくなってないかな。1週間も家あげちゃったから、でしたらもう死んじゃってるかもしんないな。みんな死んじゃってるわけじゃない、死んじゃってるわけじゃない、もう旅に出てるかもしれない。ここ給料良くないんで、待遇良くないんで、どっか別のところ行きます。書き置きしてどっか行っちゃってるかもしれない。熊倒せっていうクエストありはするけど、いいよ今じゃなくて。いいよ、
生きてんのか。死んだふり。死んだふりだ。え、ここ何？あ、あれだ。でっかいやつがぶっ壊したんだ。補給入りました。歯ブラシいらないかな。歯ブラシいらないかな。よし。さてと。玉がどんどん増えておりますの、順調に。1個持っていくとしたら劣化ウランを持ってってビッグワークベンチでウラン弾にする。そうする手があるな。じゃあこれでいくか。いや俺どこでも手に入るしな。ロケット弾。あ、分かった、俺考えた。フィシカを考え、あれロケットがなくないっていう。ロケットなくない。ロケットどっかに捨ててきたね、俺ね。ロケットランチャーどっかでチェンジしてきたね。これ MRL いなくね。まあいっか。ロケットないな。ロケット弾持ってきるね。じゃゲージにしとく。ゲージこそいらねえわな。でもゲージって超レアだよね。今までこんだけさ、いろんなところ、ちょっと待って、ノースじゃない。いろんなところ回ってるのに、まだ4つ、5つぐらいしか見つけてないんじゃないかな。多分、結構レアな部類だと思う。ツールショップのワークベンチに、ワークベンチでチェストに入ってるかなぐらいじゃないかな、多分。あと、秘伝チェストは多分入ってないかもね。ツールショップがいっぱいあれば入手は楽かも。うん、つか今何日なの。129。結構頑張ってるね。なんだかんだなんだかんだやってますの。スタベーション結構やってますの。129かと思ったより死んでないっていう。一回なんか雑魚い死に方したけど、まあ、あの雑魚い死に方のおかげで気楽にいろんなところ行けるんだけどね。いろんなチャレンジが始まったよね。そのチャレンジの一つはここなんだけど。そしてまたトレーダー、ハロー、ハロー。 Everything's for sale. For sale. Idiot like you.オーガーパーツ、ツール&タイ、もう合体したい銃ないかな。今は合体したい銃ないかな。ツール&タイ押してくるね。クロスボウクロスボウのレシピいっぱい買ったね。在庫処分できてないやつじゃないですかそれ。なんもないじゃん、なんもないじゃん。このトレーダー、俺一回買い物した後かな、もしかして。I'd go broke with more customers like you. かもしんないよね。じゃあ劣化ウラン売りつけてあげよう。You're not bringing counterfeit money in here, are you? あ、ほらよ、2500。そこそこ金になる。劣化ウランを売りまくる。いや、もうそんなことしなくたっていいんだよ、俺。なんか買っちゃった。チキンスープか、俺。劣化ウランさ。売って金稼ごうかなんて今思ったんだけども、もうここに来ちゃったらゾンビがそこら中にいるわけですよ。レアなそいつら倒してれば普通に銃のパーツ手に入るから、もうそっちの方がお金は稼げるっていう。でもお金稼いだところで欲しいものが何もないわ。弾ぐらいだもんね今のところ必要なの。本当にないな。じゃあ NPC の近くに住む意味って食べ物ぐらい。
販売機が欲しいみたいな、そういう話？ 販売機があれば NPC トレーダーの仕事は OK。 あ、待って、燃料切れてる。やばいね、やばい、燃料なくなっちゃうよ。ちょっと燃料補給しなきゃ。今度どうしよう、ジェネレーター入れて、ちょっとレンチ。多分500発入れてこようかちに。むしろ使わない注射器入れとった。もう死んでも別にこれロスとしてもいいわっていう。嫌だけどいいわっていう。とりあえず車ばらして歩きましょう。この中でこれがなくなったら俺一回の終わりだから、ね、バイク死んだら。バイクが死ぬというのが一番生存の中でパワーコア止まる、バイク止まる、ぐらいだよね。パワーコアとエクソスケルトンが止まったり。ついでか、あのタンク壊してみようか。でもバラバラ出てきてみよう。アイテムがいっぱい出てくるから嫌だな、邪魔だな。燃料がもらえればいいんだよ。燃料がもらえれば、でインベントリが1個、どっかなんかゴミが詰まってるはずなんだよ。これか、ダメージ食らった気のせい。お、マイニングヘルメット品質いい。いやよし、リペアしなくて済む。今ちょっとカバンが落ちてる、ちげえ。バイクどこ行っちゃった。あ、光ってる。あ、今回ちょっと長くなっちゃったかも。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。次回はちょっと車を壊して燃料を確保しながら進みましょうか。まあ本当ここのスクイが燃料を現地調達できるっていう点だよね。もしこれがなかったら本当にアウトだったもんね。ここバイク止まって終わっちゃうし、その点この瓦礫でいてありがたい。でっかい戦車とかも止まってるけど、戦車とあとなんかスポナーみたいな、何なんだろうね、あのスポナー。結局何の機械っつうか乗り物なんだろう。イースト来ちゃってる、イースト。あ、まだある地域。除染用の部隊の基地なのかな、基地というかトレーラーというか、そんな感じなのかもしれない。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。帰れるかな、いつ帰れるかな。20分ぐらい移動しても帰れないっていうことはよく分かった。というわけで、ご視聴ありがとうございました。セシカでした。